の対抗棒ピックアップガチャ動画を投稿したんですけれども、今回は現在開催中のホワイトデーイベントの、対抗棒ピックアップ召喚回してリベンジと行きたいと思います。でですね、石はあいにくアルジュナオルタで、はい、使ってしまいましたので、予備風でですね単発回そうかなと思います。ではいざ。でどれくらい回すかなんですけど、いや正直霊装、うん、そう霊装ね、そうイベントの霊装もうめっちゃめちゃ持ってるんで、いやーだし、まあマイケルね、はい、マイケルがそうピックアップ2とかね来るのかなって思うと、ちょっとねこう節約したい気持ちはあるよね。あとはいえ諦めきれないわけですよやっぱ、うん、対抗棒欲しいよ、クイックのサポーターが欲しいというね、そう可能性にかけてみようじゃないのというところで、まあそうだな、20連くらいちょっと様子見で一旦回してみようかなと思ってます。昨日投稿した、ツングースカーサンクチュアリの時のピックアップ召喚だと星5も星4もどっちもライダーだったんだよね。でそれでね、そう金回転でライダーだって思っても、まあはい、ことごとく星4ミキチッチさんだったわけですよ。おっとライダーですけど、はいはいはい、マイフレンドでしたね。そうなのでね、スングースカサンクチュアリのガチャの時はもうなんか上げてはね落とされみたいな感じだったんですが、まあ、今回は一応ねこれ対抗棒オンリーの、まあ、ピックアップというところで、あーちょっとぐらいはな期待してもいいですか。ちょっとぐらいそろそろね星5期待してもいいかな。あのアルジュナオルタピックアップでですよ、100連してるわけなの、うーライダー違う、はい、100連くらいしてるんだけど星5が1枚も来てない。そう珍しくねすり抜けもなかったんだよね。そう珍しくっていうかすり抜ける方が珍しいとは思うんだけど、あのここね数ヶ月、夏からまあここ数ヶ月までは何かとね、あの星5サーバント引けたりすり抜けたりっていうことがまあ割と起こってたんですけどね、もうアルジュナオルタ本命に限ってこない、なぜ。そう100連回して星51枚もなし、まあすり抜けねなし。いやーであればさあ、そろそろねお願いいたしますよ。もうね霊装ばっかりねとつるんですよ、ほんとイベントの霊装、え待って何枚とつってたかな、結構とつってました。あの星5の霊装はさすがにね、はい、とつってなかったんですよ。なんか1枚ずつしかね、星5のイベント霊装来なくて、オベロンマーリンが1枚と、仲良し3人組ってまとめたら怒られそうだな、ギル様、エミヤ、クフリの兄貴の霊装ね、それぞれ1枚ずつだったので星5はねあいにくとつれなかったんですけど、あの星4、星3イベント霊装はまあとつってますね。1枚とか2枚とかとつっててめっちゃ来る、いや霊装めっちゃ来るな、サーバント金回転とか二次回転、いややばい、これ本当に氷河期が来てしまっている。
ねえ、そろそろねえ、だって冬の終わりやで。もう今3月の頭、冬の終わり、春の始まりなのにガチャは氷河期。マジで？マジで？お願いしますよ。ですね、あら、まあようこそいらっしゃいました。ちょっといきなりね、あの金色のアベンジャーでびっくりしちゃいましたね。そう、このドーマンのゴルフレースをね2枚くらいとつってますね。めっちゃ来てる、うん、すごい来てる。不良組に至ってはもう2枚か3枚、2枚だっけ3枚だっけ、だいぶとつってますね。いやー、周回がはかどりますよ、ほんと。だってね、サーバント自分のその周回メンツほぼ全員にとつってるレースをね、そうつけて周回できるので、めっちゃ素材が集まりがいいですね。うわー、ラスト2回勝、泣きの20連単発やってみましたが、ダメですね。うん、相変わらず対抗棒は来ない。そんな、あー、でもこれ以上イベントのレースをばっかり増えてもなっていうのはあるので、まあ、うーん、じゃあマイケルのね、マイケル元井子さんのね、そうピックアップが来るかもしれないということで、まあ待ちましょう。というわけで皆様、また次のガチャ動画でお会いしましょう。次こそは引けますように。星5欲しいよ。最後何言ったか分かんないね、これ。